今日は、ハイエース買って1年まだ経ってないですけど、もう少し1年経つんで、なんですけど、もう結構こうシートカバーを結構かけた方がいいですよ、いいよって結構言ってくれる人いたんですけど、まあこのまま純正のまんま、純正シートのまんまやってたんですけど、まあ言われた通り結構ボロボロになってきちゃったんで、まあシートカバーをかけていこうかなと思います。で、頼んだのが、Amazon で1万円ぐらいで安かったやつなんですけど、まあこの検査の検っていう字もわてきたね。ちょっと日本の感じと違うのがでわかると思うんですけど、多分中国製ですね。まあ安いんで、またボロボロになったら気軽に買えれるかなぐらいで考えて買ってみたんで、いいかなと思います。開けてみたんですけど、いかにも合皮感がすごいですね。これ年月が経つと多分割れるってくるタイプだと思うんですけど、まあ安いんで、はい。助手席の方つけてみたんですけど、サイズが結構ビタビタで作ってあって、結構入れるの苦戦したんですけど、まあ、それでもやっぱり仕上がりは一生懸命入れただけあっていいですね。僕の買ったのは50周年アニバーサリーってやつで、5型なんですけど、シートが若干ブラウンなんですよね。で、5型といえばやっぱり中黒いんで、やっぱシートも黒いとなかなかいい感じですね。そしたら運転席も、まあ、全部やってみたいと思います。雨が降ってきちゃったんですけど、なんとか無事取り付けることができました。結構マジックテープで元のシートにくっついちゃったりとかして、なかなかうまくすんなりスッとはいかなかったんですけど、僕的には値段の割には結構
結構満足してます。これ僕の入れ方が悪いんですかね、結構こんな風にシワとかが入っちゃったのが気にはなるんですけど、まあまあまあ満足です。Yesterday, no.